はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、私一個言いたいことがありまして、このフリー対戦っていうこのゲームのデュエルリンクスの中の機能の一つのこの惨状について、もう何回も生放送でも言ってますし動画にもしてきたんですけど、一向に改善されないんで、これマジでおかしいと思うんですよ。これをですね、皆さんにもね、動画でね体感していただこうと思ってまして、で最後に言いたいこと全部まとめてぶちまけますんで、まあそこ見たい方はそこ飛ばしていただいて、そこだけ見ていただいてもいいんですけどね。とりあえず今からやるのはね、このフリー対戦の惨状がやばすぎるんで、これをこの自殺デッキこれでね周回していこうと思ってます。これがアルティメット自殺デッキです。これ結構ね、いろんなデッキ使ってる人いるんですけど、自殺デッキ意外と早いんですよ、周回するのに。これフリー対戦でなんで自殺デッキを回すかっていうと、報酬がもらえるんですよ。負けても勝っても、で負けると今キャンペーン中なんで2個箱がもらえるんですけど、そこからスキルが出ることがあるんですね。スキルをゲットする可能性があるんですね。だからそのスキルをゲットするためにこのフリー対戦を周回するっていうなんかカスみたいな作業が発生するんですよ。ほんとカス以下の作業が発生するんです、人外作業が。これはいつもね僕はフリー対戦の闇と言ってるんですけども、このフリー対戦の闇作業を今日はこの自殺デッキでやっていこうと思います。自殺デッキなんかたまにさ使ってる人いるんだけどさ、言いたいのはこれ自殺デッキじゃねえな、これはエレキボットだな、これはこれ自殺ボットだ。これね、こういうデッキこれねセンスなすぎる、あまりにも。まあでもボットだったら使いやすいのかな、これは多分自殺ボットなんだけどさ、死ぬんだったら、自殺するんだったらもうそこさえも高速化しようぜっていう話で、とにかくねめちゃくちゃ早く死ねるデッキ作ってきたんですよ、これです。はい、言うて僕高知記録そのないと思いますけど、その高知記録はあるんで、自殺デッキにもめちゃくちゃ早いんですよこれ。これミストデーモンに白のベールつけると4000バーンで死にます。もしくは、1000減らしてなんか適当なカード でその後にフェアリーテールに、白のベールつければ死ねます。はい、効果でね、こいつの効果で死ねます。まあ、これ見てください、後でやるんで。10分間、一生自殺し続けることによってスキルは落ちるのか検証していくんで、この後ね。で、あとはまあ普通にパワーカードであるデスティニーデストロイをぶち込んで、まあこっちかこっちかどっちか引いてりゃ、まあ、大体自殺できるからみたいな感じのデッキになってますね、このデッキは。はい、で、とにかくですね、今からこの自殺周回っていうクソみたいな作業をやるんですけど、これを見て、コナミさん、一体あなた方が何を思うかっていうのを僕は問いたいです。早速ね、このフリー対戦を自殺デッキで周回していくという地獄の10分間をお届けしましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、まずは先行が欲しいゲームですね、これはね。この作業を強いているコナミっていう会社は僕は本当に好きではありません。てか嫌いです。なんでさ対人戦でさ、あれ高校歌、なんで対人戦でさスキルが落ちやすい仕様にしたの、頭おかしいだろ。これ先行だったら作業者ない、先行だったらマジ最強、先行だったらものの20秒で死にます。これエレキンコブラ来た。はい、で破天荒の数打ってく。はい、それ打つ必要ないけどボットだから打つ。ボットっていうのはね、なんか自動操作ツールなんですよね、不正ツール、不正ツールをしっかりと使っている、そういうエレキボットですね。で次デスティニー OK で、フュージョンサポート打つ。でシンデレラ召喚、シンデレラ効果、イエログリフ捨てて白のベールを発動してエンドフェイズ。おい、勝ち、勝ちってか負けってか勝ち。この速度で一応知れますんで、この自殺的に。ただ一個言いたいのは、このカスみたいな作業を強いているこのシステムを考えたやつマジでクビでいいと思います。はい、対人戦でスキルが掘りやすくなっているっていう仕様、もう修正してください早く。もう対人戦でスキル落ちなくていい、もう逆に超低くていい、もしくは低確率。フリー対戦ボットがさはびこるからさ、もうこれ最強なんですよ。これ高速しよう。
で、あーもうこれミストでもいいやこれ、ま、間違えたわ、まあいいや。でミストでも召喚で白のベール装備、もうこの2枚で先行ワンキルなんで実質これ勝ち。はい、はい、この速度で死ねますんでね。はい、何秒ですか、数えてませんでしたけど、ちょっと編集で何秒か入れとこうかなと思いますけど、かつくよね。なんかこのこういうさ、まあこれでいつもやってないんだけど、スキル掘りをもうちょっとなんかダークガイアでワンキルみたいなことしてるんだけどさ、これを強いてくるシステムを作ってしまったらマジで罪だと思うわ、滞在人だと思う。先行来た、やばすぎるだろ。あー勝ち、ヒエロクリフの石板発動で、シンデレラ召喚、シンデレラ効果、白のベール、うわ出た切断ボット、これ気持ちよく自殺させてくれさえもしないと。今現状デュエルリンクスには、自殺ボット、エレキングコブラボット、金の城ボット、この切断ボット、まあ、いっぱい種類いるんですけど、基本的に全部ボットです。はい、あのボットっていうのは何かっていうと、あもう一回説明しておきますけども、さっき説明したっけ、あれよ、自動操作ツールを不正に使用して、自動的にあのパソコンを放置しておくだけで、まあ、このフリー対戦を周回させ、スキルを、落とさせ、スキルとジェムを回収し、そのアカウントを、まあ、売買サイトで売ると、アカウント売買サイトで売るっていう、そういう作業をしていると、まあ、もしくは普通に自分のアカウントをね、使って、スキルを掘っている人がいるんですけど、これを使ってる人は全員マジで通報した方がいいです、皆さんも。これがはびこってるから。はい、ベール来た、まずミストデーモン召喚で、ミストデーモンに白のベールをつける、これだけでワンキルです。はい、これでターンしてください、これでワンキルなんで。はい、ありがとうございます。この速さで死ねるんですよ。自殺デッキでもですね、構築論っていうのがあるんですよ。なんかよくわからないね、1000ポイントダメージを受けるカードをとりあえず全部入れましたみたいな、あの頭が悪い、自殺デッキ使ってる人は今すぐにやめた方がいいです。このデッキ使うとめちゃくちゃ早いんで、まあボット使いたいんだったら別というか、もう何回も生放送で言ってるんだけど、まああのボットをこんなに放置してるんだったら、もうボット配ったらあなた方の手で、セットしてコズミックサイクロン打つで、はい、出た切断ボット、まあ、切断ボットはまあ勝てるからいいか、切断なんか自動的に切断できるみたいなねボットがあるらしいよ。でこれでなんか負けまくって、報酬をねゲットして、スキルとかあのジェムとかをなんか自動的にねゲットできるというね、まあフル自動フルオートレベルアップだよね、これが流行っているらしい、どうやら巷では。フリー対戦がこういう現状なんですよ皆さん。フリー対戦って皆さんやったことあります？このデュエルリンクスでっていうゲームのフリー対戦は常にこういう状況です。こういうことがまかり通っています。ちなみにフリー対戦っていうのは、あの公式が用意した、対人戦の場所ではあるんですよ。対人戦の場所ではあります。一応ね、一応。それがこんな惨状になっているんですよ。やばくないですか？このゲーム。これがまかり通ってるこのゲームやばくないですか、まあ、とりあえずコズミックサイクロン打って底なしとかだったらめんどくさいんで、あの伏せカードを除去します。でシンデレラを召喚します。でシンデレラの効果も発動し、魔法カードを捨てて、で白のベールを装備で、これでターンを終了することによって速攻死ぬと。これがねマジで早い、あまりにも早い自殺、俺でなきゃ見逃しちゃうねって。まだ6分しか経ってませんが、もう何勝っていうか何敗っていうか何戦したんでしょうか。私めちゃくちゃしてます。ちなみにスキルはまだ1個持ちておりませんスキルあと1個なんですけど、赤羽くんのこの10分で落とすから、あー弱い、これこういう、あ弱くない、強いよこれ、こいついるから、こういう時に先行しんだよね。ミストデーモン召喚、白のベール発動、ターン終了で死ぬか、もう速攻2000、あこれ勝てるかも、これはね勝てるかもしれない、普通にあのぶん殴れば、あでもねこれ多分、ね、持てないやつだから、これこの相手このオブちゃんこれ持てないから、これあの普通に、デスティニーデストロイを棺桶よりキンモ、キンモ
何このデッキ何このデッキ投げろ。はい、意外とこのミストデーモンの2400アタックも自殺デッキ相手だと結構強い。これで勝てるから普通に、これで勝って普通に4000ダメ、ポイントもらうと、これが結構美味しいですね。はい、この周回方法実は一番早い説ある。自殺ボットがめちゃくちゃはびこっているこの世の中においては。いやー、コナミさん聞いてますか、この仕様も今すぐにやめてください。ええ、この仕様今すぐにやめてください。対人戦でスキルが落ちやすいという仕様を今すぐに停止してください。じゃないとこのフリー対戦の参上はなくなりませんし、まあもう今更もうこんだけボットが作られてしまった以上なくならないかもしれませんけどね。なんならもうフリー対戦用にボットを配るか、もしくはフリー対戦にもオート機能を追加してください。フリー対戦をオート化してください。オートでできるようにしてください、フリー対戦を。それだったらまだ許します。それだったらいい。あ、ちなみにフルオート、フルオート、もうオートボタンを押しておけばもう何時間でもずっとオートで動いてくれるっていう、そういう仕様にしてください。じゃないとボットを使ってるやつとボットを使ってないやつで不公平なんですよ。規約違反してるのになんかそれを良しとして、なんかあなたたちね、取り締まって、とりあえずそのなんか不審な不正ななんかその操作法が見つかったらなんか対処しますみたいなこと言ってますけど、本当に対処できてます？こんなにいっぱいいるんですよ。もし対処できてるとしたら、ここのこんな惨状にはなってないと思いませんか？こんなに自殺デッキ当たらないと思いません？もし対処できてるとしたら、あなたたちがね。僕は対処できていないからこんな惨状になっているんじゃないかと思います。なんで今すぐに、フリー対戦をオート化するか、フリー対戦を排除するか、もうもはやね、それか、対人戦で、対人戦でスキルが落ちやすい仕様、これをやめてください、今すぐに。あ、これ、そこなしだ。違うわ、デスティンか。これ、実際でいけば。はいはいはい、これ、ドローフェーズで打てないやつは、マジで本当死んだ方がいいです。はい。ドローフェーズで、あと1分。ドローフェーズに打てないやつは、マジで死んだ方がいい。いや、本当にね、本当におかしいんだよ。この作業が、効率がいいってやっぱ頭おかしいから、スキルを掘るために。もうなんか売ればいいのにね、スキル。お金で。あなたたちお金欲しいんでしょ？だったらもう売ればいいじゃん、スキルを。普通に金で。もう時間を奪わないで、俺たちの。タイムイズマネーなわけよ。時間は有限。時間は有限なの。なログイン維持列だからなんか知らないけどさ、いらないんだよね。新金の城ね、はい、オッケー。これが最後か。9分53分。あ、もう10分。これが最後ですね。これがラスト。いや、もうだ、とにかく、俺が言いてえのは、自殺をするんだったら、自殺のやり方ってものがありますよ、と。で、自殺にもやり方があるし、対人戦で、スキルが落ちやすいし、おかしいし、こんだけ対人戦のフリー対戦っていうこの環境がボットまみれになっているのはおかしいし、これを対処するって言って対処できてないのもおかしいし、もうとにかくね、このスキルの落ちる仕様というか、対人戦で落ちやすい仕様はマジで頭おかしいから。はい、というわけで終わりましたけれども、一応ね、10分の周回がもちろんスキルは落ちませんでしたよ。最後に私が言いたいことをざっとまとめておきますね。これはコナミさんに言ってます。この惨状を見てどう思いましたか、あなたたちは。このフリー対戦の惨状を見てあなた方は一体どう思ったのかを僕はお聞きしたい。こんなゲーム許されていいのか、こんなフリー対戦の参上が許されていいのか、本当に。おかしいと思わないか。なんか、おかしな動きをしているアカウントがあったら対処しますみたいなお知らせ来てましたけど、いつだったか。対処できてます？できてたらこんな参上にはなってないと思うんですよね、僕。絶
対おかしいと思うよ。これなんなら今これフリー対戦でやりましたけど、これランク戦でさえもボット当たりますから、ね、今まあ数はまだ少ないですけど、ランク戦でもボット湧いてるんですよ。やばいでしょ。対人戦終わってません？このゲーム、このゲーム一応 DCG で対人戦機能を売りにしてるんですよね。ランク戦でもフリー対戦でもボット湧いてるってもうやばいと思いますよ。なんで要求としてはもうとにかくね、対人戦でスキルが落ちやすい仕様マジでやめて、今すぐにやめて。だからこれがあるからなんか50億デュエルがボットで達成されるとかいうクソみてえな、クソみてえな事象が起きるんですよ。なんか50億デュエルだか100億デュエルだかちょっと覚えてないけど、なんか何十億デュエルだか達成したんでしょ。あれあれの何割がボットだよって話でしょね。なんでもうとにかくスキルが落ちやすい仕様やめてください。もしくはもうフリー体制も大取りできるようにしたら、もうもはやね、それがもうボット配ったら、公式で公式でボット配ったらいいんじゃない。うん、まあ俺が一番望んでるのはこのゲート集会、このゲート集会を大取りできるようにして。これなんで大取りできないの、今この令和になってもまだ、もう何回も言ってるよね。これ大取りできるようにしてくれたら、これ大取り回ってスキル落ちやすくしてくれたら、ログイン維持率だってある程度ログインしますし、我々もだし、もうボタンポチポチ押してるだけでいいんで、なんかやりながらね適当にできるんですよ。なんで自分で操作しなきゃいけないの。なんで未だにユニアタ従者みたいなやつでなんか8000周回みたいなことやんなきゃいけないの。おかしいと思うよ俺。このゲーム人の時間奪いすぎなんだよね。このゲームの楽しいところは何ですか。もちろん、まあ、周回してるのが楽しいっていう人も、まあ、ある程度はいるでしょう。でもね、基本的には、まあ、それでゲットしたカードやスキルを使って人と対戦して楽しむことがこのゲームの、まあ、一番の目的だと思うんですよ。それがボットで埋め尽くされてしまっているこの現状は絶対におかしい。絶対におかしい。これだけは言っとくわ。うん、頼むから、本当に頼むから対応してくれ。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。